3匹のクマか。椅子が3つ、ベッドも3つ、ボアも3つ。1つ目は大きすぎ、2つ目は小さすぎ、3つ目がちょうどいいってな。金髪の巻き毛の女性、むごい死に方だ。当然の報いだと思うわ。他人のものを何でも勝手に使ったり食べたりすることだ。豆はない、もっと探してみよう。鬼火だ。何か見せたいものがあるようだぞ。気をつけて、油断ならない相手よ。この騎士妙だな。おとぎ話から出てきたようには見えない。どうやってここに来たんだ。昔アナリエッタと私はたまにここで騎士を見かけた。現実の世界だと遍歴の騎士はお姫様よりはるかに数が多いでしょ。中にはおとぎ話のお姫様を探して遊戯室に忍び込んだ者たちがいた。それだけ。そしてピクシーの群れにズタズタにされるわけか。皮肉だ。神長姫の塔か。そうよ。記憶にあるよりも高く感じるわ。待て、ジョスは3つ目の豆について何と言ってた。畑仕事のハゲ頭の男、地面の底の奥深く。なるほどね、確かにここだわ。行きましょう。あそこによじ登って、それからあそこに飛び移るか。それなら私は下で待ってるわ。行っても役に立てないでしょ。崖を登るのは得意じゃないの。王子の死体だ。神長姫を助け出そうとして落ちて首の骨を折ったのか。黄色い豆だ。あったぞ。ここまで登って何もなかったら笑い話にもならない。
どう？豆は見つけた。だが神長姫はどうやら夢の王子様を待ち続けるのに耐えきれなかったようだ。彼女は悪くないわ。近頃の男と来たら見かけ倒しの気取り屋ばかり。それで吸血鬼を選んだのか？デトラフはただの道具よ。それだけ。奴が知らなかったのが残念だ。私は誰も信用しないと決めたの。今度は彼が学ぶ番。奴を利用するのは最初から計画のうちだったの？いいえ、最初は単に心を惹かれたの。馴れ初めは知ってる？数年前メティナでのことよ。あの町にいる馴染みの業者に盗品を売りに行ったの。値段の交渉をしてる最中に店に入ってきたのがデトラフだった。銀の食材を売りに来たと言ってたわ。布越しに食材をつかむ仕草が目に留まったの。彼の後に店を出て遠くから目で追ったんだけど、すぐに気づかれた。だろうな、奴らの超人的な感覚なら。彼は袋小路に入って私も後を追ったわ。突然物陰から彼が襲いかかってきたの。牙をむき出して私を脅かそうとしたんだろうけど、ちっとも怖くなかった。だって私も一種の怪物でしょ。上級吸血鬼を目の前にして何とも思わなかったのか？度胸があるのか、それともただのバカなのか？口数が少なくて危険な雰囲気の男は得意なの。それはひょっとして俺のことか？いいえ、失望させたら申し訳ないけど、あなたが世界の中心ってわけじゃないのよ。まあ確かに彼を思い出させるけどね。感情を抑えて無関心を装うとことか。デトラフと会った時にね、なんとなく彼は私に危害を加えないって感じたの。私を怖がらせて追い払おうとしてるのは彼も怯えてたからだって。これで分かってくれた？多分な。それからどうしたんだ？話をしたわ。その後何度か会うようになった。彼を夢中にさせるのに十分なくらいね。最初は私も心から楽しんでたわ。でも最初だけだった。彼の愛し方は人間よりも動物に近かった。激しく深く無条件で荒々しい愛よ。同じように愛し返すのは難しかった。私みたいな曲がった心の持ち主には特に無理よ。それでとうとう限界が来て姿を消してしまったのか？そうよ。他に方法はなかった。お友達に戻りましょうとか、あなたにはもっといい人がとか、彼には通じるはずがないもの。でもその後故郷に戻り、過去に決着をつける決心をした時、彼を利用できると考えたのよ。危険な火遊びだな。その通りよ。私が焼き殺されるか、他の全てを灰にするか、二つに一つだった。デトラフといろいろあったんだな。今回会うのは今までとは意味が違う。怖くないのか？扱いは慣れてる。そうか。不安はないのか？あなたはウィッチャーだから彼が怪物に見えてるのよ。私は本当の姿を知ってる。心配いらないわ。もう行かなくちゃ。あと少し頑張ればこのふざけたおとぎの国を飛び出せるのよ。
イウィッチャーフーフーフー、ほら見つけた、豆だ。信じられない。何がだ。ユーモアを持ち合わせてたなんて。得意じゃないが、少しはな。あらあら、意外な面がたくさんあるのね。そのこわもての下に他にどんな顔を隠してるの。歌声には自信がある。ビコバロの乙女たちなんかが得意だ。だが聞かせるのはまた今度にしよう。だけどおしゃべりしてる場合じゃないわね。豆の木は植えなきゃ生えないわ。さて、神長姫の塔のそばの道端に豆を植えなくちゃ。それから巨人に会いに行くわよ。どう？ここは気に入った？いや、魔術全般が苦手なんだ。現実も門もその類は全て嫌いだ。どれも信用できない。昔ながらの不便さが好きなのね。それもいいんじゃない。ちょっと気をつけて。親指姫を踏んだのね。一番好きなお話だったのに。そうか、なぜだ。姫といっても王女じゃないから。王女が出てくる話は鼻持ちならないの。なんだ。豆の木は突然芽を出し、すごい勢いで伸びるの。気をつけて。いいわ、豆を投げて。どうせこんなことだ。これで戻れる。